フランツ・マリア・ルイト・ポルト・フォン・バイエルンは、バイエルン王国の王族、軍人。バイエルン王ルートビヒ三世とその日である、オーストリアイコール・エステ大公女、マリア・テレジアの間の三男として、バイエルンのシュタルンベルクにあるロイト・シテッテン・に、生まれた。フランツは初めバイエルン王国軍、第二不評連隊の連隊長を務めていたが、第一次世界大戦が始まる直前に、 バイエルン王国第3不評旅団の旅団長に昇進し、後に第4不評旅団長に転任している。フランツは第4不評旅団を率いて、ドゥオーモン要塞やケンメルベルクなどでの戦い、そしてパシシェンデールの戦いで勝利している。フランツは長い戦争において優れた統率力を示し、1916年5月25日にはその選考により、 マックス・ヨーゼフ軍事勲章の騎士級勲章を受け、4ヶ月後の1916年10月28日には、バイエルン王国第四不評師団全体の司令官に昇格した。フランツは1918年春には、マックス・ヨーゼフ軍事勲章の司令官級勲章を、1918年5月16日には、プロイセン王国の最高軍事勲章である、プールルメリット勲章を受けた。 しかし、バイエルン王国第四不評師団は1918年夏の、ソンブの戦いで大規模な死傷者を出し、痛手から立ち直れないまま、イタリア戦線での国境防衛任務に回され、終戦までその任務に当たった。フランツは1957年1月25日に、シュタルンベルクのロイトシュテッテン上で死去し、ミュンヘンのザンクトミハイル教会に葬られた。 1912年7月12日、フランツは、バーデンバイウィーンのバイルブルク城において、黒い公爵家の当主カール・アルフレートの娘イザベラと結婚した。夫妻は6人の子女を設けた。ありがとうございます。